第658回3月20日日曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヤコブの手紙4章10節。主の前にへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高めてくださいます。神がへりくだる者を高くされることは聖書の終始一貫した主張です。イエス・キリストも誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると語られました。へりくだることは神を信じる者の特徴です。悪魔は神の前にへりくだる者を恐れています。それは神がへりくだる者を高く引き上げられることを知っているからです。私たちは人が見ていても見ていなくても神がいつも見ておられることを心から感謝し、へりくだる生き方を貫き、悪魔を驚かせたいと思います。悪魔の誘惑を恐れず、大胆に神に服従し、神に近づき、へりくだって神の限りない祝福を受けて、神の御業を表したいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神の御業を信じて一致して祈ることができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。へりくだる者を高くしてくださる神様、今日もあなたの前にへりくだる者として生きることができるように力を与えてください。決して自分の力で何かをなすのではなく、あなたに祈り、あなたに尋ねて、あなたがなせと言われることをすることができるように、またあなたの御心をしっかりこれからも求め続けるものとしてください。世界中がウクライナのことで心を痛めております。神様、どうぞあなたがここに平和を与えてください。悲しんでいる人をあなたが慰めてください。世界中が平和のために心を合わせて祈ることができますように。コロナの問題で苦しんでおられるお一人お一人の上に神様の豊かな導きがありますように。私たち一人一人をあなたが覚えていてくださり、力を与えてくださることを感謝し、キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。